はい、今回も水星の魔女についてのお話をしていこうと思います。第7話の新展開、急展開に驚愕した人も多かったのではないでしょうか。これまでの伏線を回収すると思いきや、さらに新たな伏線が張られ、これ2クールでまとまるのかと言わんばかりの内容となっていますが、めちゃくちゃ面白いですよね。そんな中でもしっかり回収されていた部分もありました。あとオープニング映像が変わったりで見どころ満載だった第7話。このオープニングの違いについては前回のね動画で投稿していますので、ぜひ見てほしいです。その中でも個人的に気になったのは、ニカ・ナナウラとシャディク・ゼネリのワンシーンです。おそらく本編視聴中に誰しもが、ニカネどうした、シャディクと何があるのと不安に思った人もたくさんいると思います。今回の動画ではそんな第7話の2人の関係性についてフォーカスして掘り下げていこうと思います。ぜひ皆さんの考察やご意見などあればコメントしていただけると嬉しいです。いつも詳しいコメントありがとうございます。動画制作の励みになっております。連動固定チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。水星の魔女やスパイファミリーなどジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、電脳も頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まず問題のシーンを振り返っていきましょう。今回ニカ・ナナウラは面白そうだからついてきたけど、何の集まりかわからなくてとね、同じ地球寮のマルタンと共にね、制服でインキュベーションパーティー、まあ、この新規事業の立ち上げ支援イベントにスレッタとミオリネとね参加しましたよね。新しい新規事業を評価し、それを支援投資し立ち上げるというものですね。ニカがこの時眺めていたのは夜遊び専用デミトレーラーでした。この部分からわかるように、ニカ姉はその場に招待されたわけではなくて、興味本位でやってきたのは間違いないと思います。そして A パート、プロスペラとミオリネの超怖い会話だったりが終わり、 B パートへ。超うまそうなローストビーフが並ぶテーブルで、どうしたらいいかわからないニカ姉がキョロキョロとしているところへ、シャディクが背後からやってきてローストビーフをねトレーの上に乗せてくれますよね。このシーンね、ちょっと振り返ってみるんですけれども、まあ、よかったらどうぞという感じでシャディクが言います。で、ありがとう、こういうのよくわからなくてと返すニカネ。どういたしまして、こちらこそ、この間はありがとうニカ・ナナウラというシャディク。ニカはこの言葉にハッとして、イエとね、うつむき加減で答えて、離れた場所から普通にこうローストビーフを頬張るマルタンがその二人に気づき、この場面は終わります。意味深すぎますよね。この会話の場面でまずわかることなんですけれども、ニカ姉はシャディクの顔を知らない可能性が高いと思われます。ありがとうございますとお礼を言うときにはっきり顔を見ているんですけれども、驚いた様子もなく、おそらくニカ姉の性格的にも御三家の人だということも雰囲気が違うことも含めて気づいていない印象でしたね。そしてこの間はありがとうという言葉に、ニカ・ナナウラはね、こう何ともいない目つきで、こうこの人はという表情をしていましたよね。それに関してイエと答えていることからも身に覚えはあるし、お互いの利害が一致した内容であることも雰囲気で見て取れます。ではこの二人に何があったのか、会話の立ち位置をもとに考えていきます。まずシャディク側から考えていこうと思います。シャディクは過去の話数で養父であるサリウス・ゼネリに新生開発公社に関する情報を調べるため、娘の方を探れと指示が出ていましたよね。その後直接的な動きがないまま現在の話数まで進んでいたことを踏まえると、かなり隠密に行動していたことがわかります。公式のシャディクの解説にもあるように、学生ながら会社でも多くの実績を上げる次世代グループ幹部候補となっています。なので相当冷静に行動できる切れる人物なのがわかりますよね。水面下で自ら直接干渉せずに情報を収集していたというのが一番妥当な線ですよね。かつニカにも顔やグラス連射であることを知られず、利用して何かをお願いしていたことが考えられます。ではニカ側で考えていこうと思います。ニカ姉はね、地球寮2年生ですが、チュチュたちがね含む同僚たちから絶大な信頼があるだけでなく、メカニックとしては相当な腕があるのは言うまでもありませんよね。おそらくスレッタに近い存在、そして機体情報エアリナのデータを取る上で一番根回しがしやすい人物だったということですね。第6話にね、実は怪しい場面があるんですけれども、エランがパーメットスコア4発動時にエアリアルが見せたジャマーのようなものを発した時に、ファラクトを倒しスレッタが勝利する場面ありますよね。ここでは決闘委員会ではロージチャンテ、黒髪のちょっと長いね小柄な感じのねハローをね持ってたやつですね。このロージが記録できたさっきのと言ってるんですよね。でハローがパーメットデコーディング情報記録完了と言っていました。つまりここでエアリナの情報が収集できていることがわかります。事前に整備を行っていたニカがこのデータを収集する機器をエアリアルに搭載していたのではないかと考察できます。そのタイミングとしてはフライトユニットの製作時に仕込まれていた可能性もありますよね。
ただフライトリートで途中で壊れてるんで、まあ、本体にでも仕組まれてる可能性は高いです。もちろんニカ自身は不本意だったのは間違いないと思います。ではどんな条件でエアリアルにデータを収集する何かを仕組んだのか、いくつか理由があると思います。それぞれ簡単に考察していこうと思います。まず一つ目、地球領への支援脅し、このパターンですね。一番考えられるのは支援もしくは脅しという部分です。水星の魔女においてアーシアの立ち位置はかなり悪いのは言うまでもありませんよね。この立場をシャディクがうまく利用し、定期的な支援もしくは重要となる物資の提供を止めるなどで脅ししている可能性は高いかなと思います。個人的にも現状を見ている限り、これだけだとシンプルですし、ニカに対して効果的なのか微妙なので、人質という可能性もありえそうです。まあ、スレッタだったりもしくはチュチュのような自分にとって身近になってくる人物をどうにかすると脅されている可能性もあります。二つ目、フライトユニット作成の支援ですね。続いてニカといえばフライトユニットの作成ですよね。第6話ではエアリアルとファラクとの戦闘で予想以上の能力を発揮していました。第6話で唯一ニカが不自然なシーンがあります。それがブースター開発の時です。ニカレーすごいって褒められた時もアハハハみたいで、ちょっと気まずそうな雰囲気だったんですよね。みんなが信じているような自分自身の力だけじゃなくて、シャディクから裏の支援があったと考えると、この笑いはね、納得できますよね。その交換条件としてエアリアルにデータを収集するパーツを仕込ませてもらったと考えると一番納得がいきます。3つ目、七浦家の存在ですね。最後はこれ完全にちょっと憶測の域になってしまうんですが、七浦家に何か隠されているような気もします。今回シャディクはわざわざフルネームを呼んでいることからも、七浦家にグラスレーシャが何か深く関わっているという可能性があります。昔から主従関係であったとすれば、ニカにエアリルのデータを収集する指示を出すのは容易ですよね。シャディクの存在を最初認識していなかったのは、フザンと姿が違うためだったりとか、まあ、メカにしか興味がないニカなら分からなかったという可能性もありえそうです。いずれにせよニカ姉はキャラ紹介でもシャディクの次にいるので、ただただ地球領のメカニックだけの存在ではないのは濃厚だと思います。御三家の次ですからね。ぜひ皆さんの考察やご意見などお待ちしております。ちょっとね、風邪気味で鼻声で聞きづらいですが、ご心配のコメントいただいた方、非常に嬉しいです。ありがとうございます。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。